ントのあれじゃないと思いますね。あのインサイドのボールあそこに打つっていうのは落合選手一番得意なところですから。これはどうか、大きい左中間ガーンと伸びた、落合第9号のツーランホーム。王さんとは比較しやすいね。王さんはね、皆様ご存知のように一本足打法ですよね。その時に背中が少しこう丸まって小さく構える、足を上げてで小さくこうガッと体をこう力をこう中へ集中させたものを遠くに飛ばすために、それをいっぺんに外にバーンと吐き出して爆発させてそれを飛ばしていくっていう。落ちは全く逆、大きく広げておいて体を目いっぱい大きく広げて、それを今度打ちに行くと逆に小さくなっていくっていう。それ小さくなっているところから一番こう自分が振りやすいように振っていくっていう、まさしく逆なんだね。王さんとのバッティングはね、こう、まあ、結構前に立たれるんですよね。でこう左足をこう、まあ、三塁側の方にすごく開いてといいますか、開いてるんだけど体重は左側に一切いかないんですよ。もう右足一本ぐらいの感じなんです。足をこうやって出してるだけって感じなんですよね。つまりここが動かないから 目線もずれないんですよ。インパクトゾーンって普通ね、力入れるんですよ、飛ばしたいから、強い球落ちたからバーンと振るじゃないですか。落合さんはわざと遅らしてると思うんですよ。インパクトするゾーンがキャッチャー寄りなんですよね。人よりもボールがよく見れるっていう、その利点はすごいあるんですよ。よく乗せて打つなんて言うんですけど、わざとこう返さない、ふわーっと。肩の位置ってここに置いたら最後までここの位置に置いとかなきゃいけないの。このラインとかベースの上に状態かぶしちゃいけない。だから手が先、手が先、うん、いかにしてロスをなくしてここのスピードを速くするっていう。だから長ければ長いほどいいんだよ。はただこう回るのかこう来るのか、だからここも緩やかにして使えばっていうのは昔から言うね、このヒッチを使うかこのコックを使うだけなんだ。ところがみんなそこが抜けちゃうと、みんなここがそのまま止まってる時期があった、はあ、これそのまま止まったら膝壊すからね。こうしたら ここまで来たらあと一緒にこれで回ればいいんだ。上からね叩いてこういう使い方じゃなくて、このボールの下へこうやってバットが潜ってさえくれればボールは上がるだろうっていう結論なの。シンプルに、だから昔の人っていうのは難しいことは言わないの、言わないっていうか、あまりにも難しすぎて、で自分らもいろんな経験してきてるでしょ。それでこれやっちゃダメだ、あれやっちゃダメ、いろんなものをやっちゃダメなものを全部取っていっちゃう。そうすると一番シンプルな形しか残らない。